パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はですね、お腹の贅肉が落ちない人の6つの癖ということでですね、僕はもう長年いろんな人に対してダイエットの指導をしながら、そして普段もいろんな人を観察している中で、やはりね、お腹に体脂肪がたまりやすい人で、ダイエットしようと頑張っているようなんだけれども、なかなか落ちないという人には共通した癖というのがあるんですね。全てこれに当てはまっている人もいれば、このうちのいくつかね、3つ4つ当てはまっているという人も結構いるんですけれども、本当にね、こういったね、落ちにくいというのには何かあるんですけれども、その6つをね、今から紹介していきたいと思います。もしね、当てはまるものがあったら少し改善してほしいんですね。正直言うと改善できることではあるはずなんですね。だけども、自分が気づいてないということが、この6つだったりするわけです。ですので、今日ね、僕が紹介する6つをちょっと自分に当てはめて考えて、自分がそれしてないかなということをね、ちょっと改めて確認してみてほしいと思います。で、6つの癖の1つ目というのが、小股で歩くということです。体脂肪がなかなか落ちない人の中で、結構ね、多くの人が小股で歩くということが多いんですよ。こういう狭い部屋じゃなくて、広いね、例えば僕はジムで人と会うわけですけど、ジムはそこそこ広いわけですよ。ジムのこっちからかなり向こうまで移動する時でも、かなりね、こうちょこ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 こう歩いてきたりするんですね。こうかなり小股でこう歩いてくる。どっちかというと、これ男の人よりやっぱりちょっと女の人の方が多いんですけれども、これやっぱりね、小股で歩いてる分、あまり足の筋肉、お尻の筋肉は当然使わないですよね。これを、こういう狭い部屋じゃないですよ。広いところですよ。ジムの向こうから向こうとか、あるいは駅とか歩くのもそうですけれども、しっかりと大きいスライドで歩いていけば、勝手に当然お尻とかハムストリングスもこう使いながら歩いていくし、小股で歩いていくと、そもそもね、このふくらはぎっていうのはかなり使わないですよ。これが大股で歩いていくと、この時に、大股で行くとこう、後ろこうなるでしょ。つま先でこう蹴る形になる。つま先立ちになっていくので、ここ結構使っていくんですよ。これが小股の人の場合、ほぼ足べったりの状態をこうやって歩いていくので、ふくらはぎはあまり使わなかったりするんですね。これは本当に単純に大股で歩いていく。早く歩けとは言わないですけれども、早い方がより体脂肪燃えやすいですけど、だけどここは早くという意味ではなくて、大きいストライドで歩いていくっていうふうにした方が絶対に痩せやすいです。で、このやっぱり大股で歩く、しっかり大きく足を使って歩くという、そっちの癖がある人の方が、もう単純にずっと日常からエネルギーを消費しやすいので、その方がいいですよということで、ね、自分の歩いてるその歩幅とか、その感じての認識できてますかね。これが多分、本当に小股で歩いている人はあまり気づいてないんじゃないかなと思います。で、ちょっと小股に付随して言うのが、これ逆に男の人に多いのが、正面からいこうかな。結構ね、ちょっとこうあまりちょっと映りづらいですけど、つま先を開いて、こう歩いている人いるんですよ。ちょっとガニ股気味になっちゃうけど、かなりね、つま先を外に向けて歩いている人、いてですね、駅の階段とか上がっている時に、目の前の人の足って前で見えますよね。そうすると、段差に対してつま先がこう外向きで踏んでる人、それをベタベタっと歩いてる人っていうのは、もうそもそもその時点でこうふくらはぎ使ってないですよね。これが段差に対して垂直に足が入ってる場合で、そして前半分だけ乗っけてね、足の前半分だけ乗っけて歩いてる場合には、階段上がってる場合には、ふくらはぎやっぱすごい使いますよね。で、そうするとそういう筋肉も勝手に鍛えられるわけですね。トレーニングっていうわけじゃないんだけど、日常の中でどんだけね、運動量をこの人は稼いでるかということになってくるので、もうこれは階段を上がるときにも段に対して垂直90度に踏んでいくということを心がけた方が、ふくらはぎもそうです。その形でいった方がお尻も使います。なんですけど、これはベタベタとふくらはぎを使わないで階段上がってる人、男の人に多いので、ここもね、本当は修正した方がいいと思います。そしてですね、2番目というのが、お腹が落ちるということです。お腹が落ちる。お腹が出るじゃなくて、お腹が落ちる。体脂肪が落ちるという意味じゃないです。立っていて、特にこのもう肋骨付近ですね、肋骨付近がこう、グッと落ちちゃう人ね。ここをギュッと落ちちゃう人。こういう感じの人。結構いるかと思います。こういう感じだと、やはりお腹に体脂肪がたまりやすいです。体脂肪というのは基本的に軒下、下側につきます。ここで言うなら、肩のここの上には脂肪がつかないけど、この下側ね、ここら辺にやっぱりつきますよね。二の腕から脇の下あたりとか。で、頭のこの辺に体脂肪つくことは、あったら気持ち悪いですけど、ないですけど、こっち下にはつきますよね。で、お尻の上に体脂肪はつかないですけれども、お尻の下か内股、こう下、軒下つきますよね。で、それは当然上に物は乗ってるように、下にぶら下げてた方が持ち運びやすいからそこにつくわけですけれども、
それはもう生存本能ですね。ついても苦労しないようなところにつくわけですけど、ここのお腹の部分も、まあ基本的にはこの脇のこの浮き輪の部分っていうのはこっちの腰のすぐ上で、お腹の中でも上の方じゃない、下の方ですね。こっちの方が重さを感じにくいわけですね。だから、工事現場の人とかがこういう道具とかをここにぶら下げてても、あれが何キロあっても一番ここが楽だからつけて、それで持ち歩いてるわけですけれども、さらにここなんですよ、ここ。今言った軒下はもうどうやっても軒下なんですけど、ここはね、今の僕のこの状態じゃなくて、こういう状態って、自らここを、こう軒下っていうのを作ってる感じなんですね。こうだと軒下じゃないよ。こうやると軒下になっちゃうわけですよ。ね、ここ全体の軒下になっちゃうわけです。だからここに余計つきやすくなってくる。ということ。これ1ヶ月とか半年とかという話じゃないです。こういう癖がある人というのはずっとこの癖があるので、もう10年、20年このままでやっぱり生活しちゃうわけですね。それがやはりここにね、体に対して軒下という感覚があるので、まあ、持ち運びやすい場所になってしまうので、体脂肪が増えるときにはここにつきやすい。で、このまま軒下のままだと、やっぱり最後まで残ってなかなか落ちないということになるので、これはもうね、最初は苦しいかもしれないですけど、しっかりこう伸びて、縦にギュッと伸ばした感じ、足の裏から頭の上までギュッと伸ばしたような形でいられるように、常にこういう形で歩いていくとか、電車待ってるときにも、この、まっすぐ伸びた形で、立っているというふうにすると軒下ではなくなってくるんで、これをまあ最初は大変だと思います。1ヶ月2ヶ月は。だけどこれを無意識になるまで意識的にやっていくということですね。そうすればここが軒下ではなくなってくるので、もうちょっと落ちやすくなってくると思いますので、まあここね、今本当に1ヶ月2ヶ月頑張ればあと何年、10年、20年そこで苦労することはなくなりますので、ちょっと頑張ってみてほしいと思います。そして3番目というのが、座ってる時間が長いということですね。こう、まあ今僕ここ座ってますけど、座ってるのとさっきの立ってるのとっていうと、このね、座ってる時間が長いというのは、座ってる時間が一番楽なように体がだんだんしていくんですね。座ってる時が体が負担かからずに落ち着くようになっていく。というと、どうせ体脂肪するならここが重くなってる方が安定しちゃうんですね。座ってる形で安定しちゃうみたいな感じになってくる。これがまっすぐの長方形じゃなくて、こういう三角形みたいな方がまあ安定するわけですね。全然上の方が軽くて下の方があれば、まあそんなような形にはなりやすくてですね、これがやっぱり立ってるとここが一番ボトムじゃなくて中間になるわけですね。なのでそこにはつきづらくなってくるので、座ってる時間が長いというのは正直動く動かないで消費カロリーあるないとか、まあそれもね、当然あるんですけれども、その座ってる形で自分が落ち着いちゃう、自分の形を落ち着かせようとしちゃうというわけですね。だって考えてみたら、仕事で8時間座ってて、家に帰っても電車の中でも座ってて、かなり座ってることが多い。立ってる時間どのぐらいかって言ったら、起きてる時間の18時間のうち1時間か1時間半しかなくて、あとは座ってるとか寝てるとか、まあ夜は当然寝てるあれですけど、になっちゃうわけですね。でそうすると、まあやはりね、そういう形になりやすくなるので、僕はそこはやっぱりね、やっぱり頻繁に立つ、歩くというタイミングを入れてほしいということですよ。まあそれがね、まあなかなか仕事難しいというのはあるかもしれないですけど、まあ昼休憩やっぱりちょっと歩きに出るとか、この間も言いましたけれども、自宅で仕事をしているんであれば、1時間に1回バックランジをやっていくというようなことが、まあ座った形で落ち着かないコツかなと思いますので、まあそこら辺もね、ちょっと気をつけてみると僕は変わってくると思います。それから4番目というのが、楽すぎる筋トレということですね。まあ当たり前といったら当たり前かもしれないですけれども、ダイエットのために筋トレもやってますっていうのが、数個っていうのと、まああまり正直変わらないですね。まあ単純にこれ5キロよりも10キロやった方が消費カロリーが2倍なので、2倍痩せやすいということはまあ当然ありますね。で、重いのをやった方が、あーぐーってやって、あーきつかったっていう方が、今使ったエネルギー以外にダメージを回復させるためのあと5時間6時間のエネルギー消費ってすごくあるので、その両方を考えるとやっぱり重い方がいいわけですね。で、女性の人があまり重い筋トレを嫌うことが多いですけれども、ただ10回とか12回ギリギリというような重さを3セットだけやってるので、正直言うと筋肉モリモリにはまあならないんですね。3セットでモリモリになるんなら、本当男の人も苦労しないので、3セットだけ10回、12回ギリギリのようなものを全体的にやっていくというのが、正直女性でも一番消費カロリーをね、運動中も運動後も稼ぎやすいパターンなので、まあその辺はしっかりやってほしいということ。それから、楽か楽じゃないかというのは、この深さもあるんですね。深さが、それなりの重さをやってるようで、
上半分しかやってないのと下までしっかり下ろすのではこの距離もですね、これが半分しか下ろさないかフルで下ろすかというと、フルで下ろした方がもう距離が2倍ですから、それだけでも消費カロリーはもう2倍になってくるわけです。まずそこはある。で当然下で伸びた方がきついので、こういうのもきついし、スクワットで上半分じゃなくて下半分もしっかり使った方がダメージは大きいので、その方がさっき言ったようなそのダメージを回復させるためのエネルギー処理もドーッと増えてきますので、その重さも重要だし、深さ、しっかり伸ばすような深さも重要なので、必ず深く下ろしてあげるというのは伸ばしてあげるですね、筋肉を。そこが重要になってきます。この違いだけでかなり筋トレからくるこの体脂肪燃焼の効果が変わってきますので、これ今すぐ直せると思いますので、ぜひやってみてください。そして5番目なんですけれども、食事を減らすだけということです。体脂肪を落とすには運動で消費カロリーを稼ぐというのもありますけれども、当然食事から摂取する方を減らすとかもそういうのもあるわけですね。だけどもカロリーを減らそうと思って朝は食べてません、まあ、これも良くないけど、朝はおにぎりだけとかバナナだけとか、昼はそばだけとか、夜はね僕も言ってるし、世の中聞くようにおかずだけ食べて炭水化物は食べてません、かなりカロリーを抑えてますって言いますけど、まあ、そもそもこれバランスが悪いんですね。バランスが悪いので朝昼は炭水化物しか取ってない。この状態だと全然このタンパク質を取ることによるこの燃焼効果というものは得られないので、やはりこれは炭水化物もあればタンパク質も十分取っていく、これは朝昼ともにですね、タンパク質を取った方が体はどんどん熱も起こしやすいですし、体脂肪を燃やしやすい状況になりますし、あるいは消化に時間かかりますので1、2時間経って余分なものを食べるというよりは、そういったお菓子を食べるというものを妨げられるんですね。でなのでタンパク質は朝昼とかね、そういうのも絶対に入れていかなきゃいけないということで、あとはね、まあ、今言ったような食事だとそもそも栄養が足りないですね。減らしたはいいけれども栄養が足りないというところになってくると、これは体は生存本能が働いて入ってきた炭水化物とかそういったものをできるだけ溜め込もうとするわけですよ。そもそも他に重要なものがね、栄養素が入ってこないので、タンパク質とかあるいはミネラルが少ないとかになってくると、せめてね脂肪だけはつけとかないと死にそうだっていう感覚が働いてしまうわけですね。なのでこれもさっきのバランス、タンパク質、炭水化物で微妙にね、魚とかから脂質があるとかいうのも必要ですし、当然野菜とかも必要、このバランス、栄養のバランスもしっかりとっていかなければ、ただ減らしただけ、バランス悪い減らし方では逆に溜め込みやすい体を作ってしまいますので、ただ減らしてるだけの食事はダメだということです。そして6番目というのが、自分で暗示をかけているということです。暗示です。これはね、僕はこうダイエットのカウンセリングなんかをした時に、まあ、一応相談に来てるので、僕もこれはこうですよ、これはやめた方がいいんじゃないですかってまあ言うわけですよね。例えばじゃあ朝のパンはまあちょっとやめときましょうか、小麦粉なんで GI 値高いし、できればこれはまあ玄米にした方がいいですよというふうに言うと、いや朝のパンはやめられないんですっていうこととか、食事の中にね、普通にまあお米もあるし、まあ、肉もあるんですけど、そういった食事の中にフルーツも入っているとね、僕がこう食事チェックの写真ですけど、フルーツも入っていると。でこれはお米とフルーツで両方を合わせると炭水化物多いですよ、これフルーツはなくてもいいんじゃないですかって言ったら、いやフルーツはやめられないですとか、まあ、あと一番多いのがお酒はやめられないんですってやつですかね。まあ、これお酒はちょっとまたいろいろありますけれども、自分でやめられないとちょっと暗示をかけてるところがすごく大きいと思うんですね。で中にはやめられる人いるんですよ。あはいわかりました、あじゃあやめた方がいいです、やめますっていう人いるんですけど、まあ、それは本当に自分でやめられると思ってるかやめられないと思ってるかとい う自分で暗示かけてるのもかなりあるんじゃないかなと思いますので、僕としてはね、自分でやめられるという暗示をかけてほしいんですね。自分は効果があると思うことなら素直にやれるよという自分であるという、そういう暗示を逆にかけてほしいんですね。今までの生活、今までの食生活とか行動の仕方で今の体になっていて、それがもし体脂肪があって、その体脂肪がある体自体が不満なのであれば、やはり今までの生活を変えなければいけないわけですね。それを変えなければ体は変わらないわけです。そしたら今までの自分であろうとする、今までの自分は変えられない、できないというような暗示ではなくて、そういったものを一切取っ払って、どんなところにでも動いていける、どういった行動でも動いていけるような、自分になってもらえれば、じゃあこれがいいです、こういうふうにした方がいいです、あじゃあやろうと思って素直に行動できると思いますので、まあ、そのね、心の部分になってしまいますけれども、そういったもうちょっとフリーなところも持っていただければ、もうちょっとね、お腹の贅肉も落ちやすくなってくると思います。当てはまるとかあったでしょうか、全くなかったでしょうか。まあおそらくね1個2個もあるんじゃないかと思うんですけど、まあこの辺ね、できる限りちょっと改善してみてください。
改善できると自分で暗示をかけてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。